山形有朋君今日よりお言葉なる。維新がなって10年、この国は一つになり、西欧諸国を模範に新しい歩みを続けている。京都、暴力が支配した。時代は終わったのだ。久しぶりだな。どこに雲隠れしておった？この10年、腕の立つ流浪人が人を助けたと噂が立つたび、部下をやって調べさせた。力を貸してくれ。あの男だ。剣は人を殺すための道具にあらず。人を生かす剣を理想とする神谷活修羅が。人を生かす剣。あんな女を助ける価値があるか。助ける価値のない人間などいない。さざりと切ってきたお前が今さら坂本とはふざけるな。勝負だ、志村抜刀斎。死ね。